私が社会というものをこう見てますとですね、学校にしても職場にしても社会全体にしても、どのグループにしてもですね、ダメダメっていうのが多いほど、まともに言ってるようで、沈滞してしまうんですね。それで、まあいいや、まあそのくらいそのくらいと言ってる社会の方が、自由で、明るくかつ進歩しますね。それで思わぬ方向に進むんですよ、いい方向に。それはやっぱり私はダメダメとか言うと、その変な公式な議論だけが通るんですけど、やっぱり人間の力っていうのはもっと奥深くてですね、いろいろな発展の余地を残してるというふうに思うんですね。で、最近ところがダメダメっていう人はですね、とかく良い子に なるんですよ。なんでダメっていう人が良い子になるか知らないんですけど、とにかくダメっていう方が良い子になるんですね。最近のことではレジ袋の追放、ダメっていう人で一番好きなのが追放なんですよ。この何かを追放するんですね。その何かを追放するのは、人が便利だと思ってるものとか、それから何かこう、人が楽しんでるものとかいうのは腹立つんでしょうね、多分。それで些細なことを問題にして追放したがるんですよ。で、その一つがレジ袋ですね。レジ袋ってあれ何にも悪くないんですよ。何に腹立つんですかね。レジ袋を追放したい追放したいっていうんで、日本の話がイギリスに飛び火して、これがまた傑作なんですよ。イギリスでレジ袋の追放を3年前から始まったんですね。そしたらレジ袋が半分以上減ったっつって喜んでんですよ。それはそうですよね。レジ袋の追放運動をやればレジ袋は減りますよ。それはそうですね。その代わり何が起こったかっつったら、他のプラスチックを袋として使い、プラスチックとか布とか、それからみんなが不便になったっていうことなんですね。だから別段レジ袋を追放すればレジ袋は減るのはこれは決まってるわけで、それから私なんかは最近、スーパーに行って物を買いますとね、レジ袋を追放ったってレジ袋自身がなくなったわけじゃなくて、袋は必要なんで、ゴミ捨てる時も役立つんでですね、それで、レジ袋を5円で2、3枚買っていくんですよ。だから別にこれレジ袋を追放したわけじゃなくて、レジ袋を有料化しただけなんですよね。で、有料化すればそれは少しみんなは我慢しますよ。で、みんなを我慢させることが良い子なんですよ。みんなを不便にさせて我慢させることが良い子なんですね。レジ袋はね、その機能と材料という、私も材料が専門なんですが、材料と機能から言ったらものすごく優れてるんですよ。それはね、あんなに薄いもんで、随分研究されまして、製造方法も改良され、安く、ほとんどプラスチックの量が少なく、ゴミ袋にも使え、その後、レジ袋にも使え、ゴミ袋にも使えるし、子供に何か持たせてもいいし、汚いものを包むのもいいし、非常に多用途で繰り返し使える、僕なんかが言わせればプラスチック製品の中でも非常にいいものなんですね。それをですね、追放しようって言うんですからね。一つの理由に、海洋にプラスチックが浮いてるって言うんですよ。プラスチックっていうのはですね、石油から作るんですよ。石油っていうのは生物の死骸ですからね。生物の死骸から作られたものってのは、基本的には生物の死骸とほぼ同等なんで、ちょっと分解が難しいんですけれども、いずれにしてもプラスチックってもう100年も使ってるんですけれども、海にプラスチック浮いてないですよ。あれ軽いからですね 100年も使ってて、プラスチックが海で処理されないんだったら、海とか山とかそういうところで処理されないんだったらですね、今頃海とか山にプラスチックがいっぱい見えますよ。なんで見えないかって言ったら 土の細菌とか、海洋とかでですね、処理されちゃうんですね。そりゃそうですよ、死骸ですからね。生物の死骸は天然の中で処理されるようになってます。ただ普通の腐敗した肉、死体の肉だったらば、数週間でなくなるのに、プラスチックの場合は2、3ヶ月かかると、そういうことがあるだけでですね、しかし無尽蔵に捨ててるわけじゃありませんから、できるだけ捨てないようにして回収しようと呼びかければ済むわけですね。それからこの良い子になろうっていう、人をいじめて良い子になろうって、例えばゴミの追放なんかもそうですね。ゴミが減ったって喜んでる人がいるんですよ。
なんでゴミが減ると楽しいんですかね。いや、人間が生活すればですね、まあトイレにも行くんですよ。歯を磨けば 歯を磨いて口をすすいだ汚い水が出るんですよ。それと同じようにどんなものでも使えば悪くなるんで、その使う量っていうのはその人によって決めればいいんで、別に自分は例えばねゴミを追放しようという人は自分が使うものを減らしたいんですよ。ゴミを減らそうってことは使うものを減らそうってことですからね。質量保存則がありますから、使ってゴミにならないものはないわけですから。だからゴミを減らそうってのは他人の生活を貧しくしようと頑張ってるわけですよ。いや、貧しい生活の方が心豊かかもしれないんですよ。それはもちろんそういう人もいるんです。だけど物をじゃんじゃん使って幸福な人生を送ろうっていう人もいるんですよ。別に構わないんですよ。それは今そんな法律なんかないんですから、そういう政治体制でも作ればいいですけどね。今はみんな自由とか民主主義とかがいいと思ってるわけですよ。自由とか民主主義っていうのはどういう制度かっていうと、その人その人なりに頑張って働き、お金を持ち、そして日本国の場合は日本国憲法に従って個人の幸福を追求する権利を有するんですからね。憲法に反するようなもんなんですよ。ゴミを減量しようなんていう運動をやるっていうこと自体が、自分がゴミを減らすとか、自分あのゴミを出さない生活をする人の同好会を作るというのはいいですよ。他人に強制するっていうんですからね。それで自分が良い子だっていうんですから、他人の自由を制限し憲法違反する人たちが良い子っていうのはちょっとこれまた問題ですよね。まあ、タバコもそうなんですけど、タバコがなくなって匂いが少なくなって良かった。いや、あなたね、そしたら最初からそう言ったらいいよってね。肺がんだとか副流炎が健康に害するとか嘘ばっか言って、それでタバコが原理なくなったら臭くなくなって良くなったって、いやそれはないよと。それはですね、他人の楽しみを奪う行為をして、まあ自分はいいと、タバコは確かに臭いですからね。で最初からやっぱりタバコが臭いから私は嫌だって言うべきですよ。それからやっぱもう一つはですね、あの今から30年ぐらい前はタバコが悪いってほとんど言われてなくて、男性の 85% 実にほとんどの人が吸ってたんですね。で人間というのはですね、ある習慣ができたらそれをやめるのはちょっと苦痛なんですよ。ですから新しくタバコを吸う人はできるだけタバコを吸わない方がいいよという呼びかけは私いいと思うんですけども、今までタバコを吸うのいいと言っておいてですね、人生の途中になって突然なんか誰かが言い出したからその死ぬ馬に乗るっていうのはあんまり感心しないですよね。私ね、結局この社会が自由じゃなくですね、追放が盛んで追放する人を良い子だという社会の中でユダヤ人の追放なんか起こったんですよ。それで大虐殺が起こったわけですね、ホロコーストが。っていうのはユダヤ人というのはあんまり好かれてないんですよ。なんで好かれてないかって言ったら、お金儲けがうまいから、ちょうどゴミを出すのが多いからとかタバコを吸う人とかですね、似てるんですよ。結局良い子と言われる人たちはどういう人なんですかね。僕は良い子だと思わないけど、物を質素に使ってつつましく生きてて、あんまり楽しみなく酒も飲まず、男性だったら女性のとこも行かず、そういう生活をしてる人が実際本当にいい子なんでしょうかね。景気が悪くなるし人生もつまんなくなるしですね。いやいや、人生がつまんなくなるってその人は人生が楽しいかもしれませんけども、一定の性格の人しか人生楽しんじゃいけないって、もしかしたら自分の性格に合わせた人生だけが楽しいから他の人生の人は嫌だって、そういう人は良い子良い子って言われる社会って嫌ですね。僕はね、タバコ吸わないしタバコの煙も嫌いなんですよ。それはだらしない人よりかだらしのいい人の方がいいんですよ。それからまあゴミが少ない方がもちろん、ゴミが多いよりか、まあ処理もすることが少なくていいんですよ。だけどね、それは追放運動をするんじゃなくて、タバコってのはこういう健康上の障害がありますよとか、タバコの煙が臭いので、それを嗅ぐのは嫌いな人がいますよとか、ゴミをじゃんじゃん出すのは生活するってことなんですけど、生活したら豊かな生活すると、まあゴミが増えますよということを言ったりするのはいいと思うんですね。だけど
追放運動は良くないですよ。そんなにですね、人の生活を制限していい社会は生まれないと思います。